シーマ、シーマ、1977年11月15日タイは、日本のプロレスラー。本名、大島信彦。東流門旗揚げのメンバーであり、一期生でもある、ドラゴンゲートの中心選手。心臓バクバクする、プロレスをテーマに掲げている。中学生の頃、兄と見に行った、ウルティモドラゴンのプロレスを見て感動して、プロレスラーを目指す。 高校生の頃は部活にも入らず、トレーニングとアルバイトの日々を送り、時にはアルバイトのために学校を休むことさえあった。たまりにたまったアルバイト代も、メキシコへ渡り、ドスカラスから指導を受けたことによって、ほぼゼロになってしまう。電話で母の声を聞いて、ホームシックにかかり帰国するが、その後もプロレスのためにアルバイトとトレーニングを三年間続けた、この時非公認ではあるが、 プロのリングでの試合も経験。メキシコ修行と前後して、アマチュアプロレス団体最大手のジャウィー関西の門を叩き、アマチュアプロレスデビュー。覆面レスラー、ミッキーハヤブサヤジュニアとして、当時から非凡な才能を発揮していた。ミッキーハヤブサヤは、ジャウィー関西にて一時代を築いた、アマチュアプロレス回屈指の名選手で、 ジュニアとして、なお継いだことからも、期待の逸材であったことが伺え。なお、現所属団体である、ドラゴンゲートの移行により、吉野正人同様に、アマチュアプロレスジャビー、関西時代のキャリアについて公式に公表は、されていない。その後、ウルティモドラゴンが立ち上げるという、プロレススクール、東竜門の記事を見て、一年発起。東竜門の一期生に応募。 一期生の枠4人のうち、すでに旗揚げ以前からウルティモドラゴンと面識のあった、黒木勝政、マグナム東京、藤井トールジュ、ドン・フジー、諏訪高弘、諏訪の3名が決定しており、最後の1人を決める際に、ウルティモドラゴンが知人である、三遊亭楽太郎の妻に依頼して、選ばれたのがシーマである。1997年5月11日、メキシコのアレナ・ナウカルパンにおける隊、 黒木勝正戦で大島信彦の名でデビュー。その後、シーマ信長に改名。ユニットのクレイジーマックスを一期生の巣は藤井と共に結成。その後タルが加入し、四人体制に最年少ながらリーダーとなった。日本上陸後、しばらくしてシーマへ改名する。2000年に開催された第3回、スーパーアジェイカップでは決勝で、 重心サンダー・ライガーに敗れて、準優勝となったが、一躍日本のジュニア界にその名を知らしめた。その後、M2K やイタリアンコネクションと抗争を繰り返す。2004年、東流門から東流門ジャパンが独立し、ドラゴンゲートとなると、同団体でもエースとなった。東流門ジャパン時代に保有していた、オ王座は封印されることとなったが、代わりに新設された。 オープンザドリームゲート王座の初代王者に認定された。また、CMAX 解散後は、後継軍団といえるブラッドジェネレーションを結成。ヒール集団として暴れまくるも、ガンマが加入してから徐々に角質が表面化し、ユニットは分裂。ローのメンバーを加えて、国際派 BG を結成。その後、BG を解消して、ドラゴンキッドヨコスカト、横須賀ール、 斉藤トらと台風フを結成。しかし2006年11月23日にガンマとの敗者紙切りマッチに敗れ、丸坊主にされた。2007年7月、神戸ワールド記念ホールで、重心サンダーライガーを破り、オープンザドリームゲート王座を奪取。2007年10月8日、ツインメッセ静岡で、ストーカー市川を破り、オープンザ、 お笑いゲート王座をダッシュして2冠王となった。しかし9月22日、大田区大会のオープンザ・ドリームゲート戦、対、土井刺激で首を負傷し、救急車で運ばれる。しばらくはそれを感じさせないファイトを繰り広げていたが2008年4月頃から首が悪化し、5月5日の名古屋大会を最後に、欠場。6月6日にリハビリマッチを行うも、半年以上欠場を余儀なくされた。 6月29日の大阪府立体育会館第2競技場大会にて、高木慎吾と B.B. ハルクがオープンザ・ドリームゲート王座時期挑戦者決戦にて60分時間ギーレドロー。これにより、オープンザ・ドリームゲート王座返上を決意。2008年12月28日、福岡国際センター大会で復帰。オープンザ・ツインゲート統一タッグ王座戦で、 重心サンダーライガーと組んで王者組のヤマトサイバー、コング組に挑戦する、モヤマオの、スリーパーホールドにより、失神、TKO 負けを喫した、同日、所属ユニットのタイフーンも解散。2009年1月には、温心不通となり、ヨーロッパで復帰に向けて国費にトレーニングを積んでいた、らしい。その間、ブログや週刊プロレスのコラム等も、休止状態となっていた。 また東京スポーツの一面では失踪してるという記事が取り上げられていたが、現地2月10日にアメリカの WWE のトライアウトを受験し、芝のリングネームでスマックダウンのダークマッチ、ジェイミー・ノーブルと対戦したが敗れた。その後、当初から復帰予定であった3月1日ドラゴンゲートの大阪府立体育会館第二競技場大会でガンマに呼び込まれ、 リングに登場。新ユニットボリアーズマイナス5の結成と3月5日、後楽園ホール大会からの完全復活を宣言。3月22日、両国国技館大会で吉野を破り、自身初のオープンザブレイブゲート王座を獲得した。2010年6月18日、大阪プロレスとの全面対抗戦でビリーケンキッドを破り、大阪プロレス王座を奪取した。 この際取ったベルトをゴミ袋などに入れるなどの暴挙に出る。シフトチェンジと少子ウォリアーズとドイ軍と合体。過去に存在したブラッドジェネレーションの名を使い、ブラッドウォリアーズを結成する。また、ノマドレスラーと称し、2011年より2012年3月まで年間ではなく月単位契約となっていたドイ、戸沢も同様の形。 2011年12月25日、福岡国際センターで、もちづきから、オープンザドリームゲート王座を奪取し、第14代王者となった。しかし、2012年1月19日の、敗者ユニット脱落マッチでクーデターを起こさ、ブラッドウォリアーズを追放された。翌日から救出に入った藤井と、夫婦タッグを復活。その後ガンマ、市川、もちきと、第2次、 ベテラン軍を結成。その後もドリームゲート王座の防衛を続け、自民進む、PAC、サイバーコング、堀口元気、HA g ー、名、戸沢明、山と、土井、吉野、BB ハルク、高木慎吾、サンウェイ、斉藤、ジミー良、ジミー、神田、吉野、K、ネス、戸沢、リコシェを相手に、計1 5度の防衛に成功。 2013年7月21日、神戸ワールド記念ホールで、高木慎吾に敗れ、1年8ヶ月保持していた王座から、陥落したが、同王座の最多連続防衛記録、15回、最長保持記録、574日を樹立。2014年11月6日、後楽園ホールの解散コントラ相関マッチで、ミレニアルズに敗れ、俺たちベテラン軍は解散となった。 さらに12月3日の後楽園、ホール大会で、エータ &T ホーク組にツインゲートをザダッシュされ、ドイダーアーツにより、マット・ブランキー入りが決定。2015年5月5日、金網マッチ後に、ドン・フジー・ガンマと共にマット・ブランキーを追放される。6月14日、共にマット・ブランキーを追放された、ドン・フジー・ガンマとトライアングルゲートのベルトをダッシュした。 それから4度の防衛に成功したが、11月1日、4度目の防衛戦を終えた後、ベルトを返上。11月1日、オーバージェネレーション結成。12月27日、高木慎吾の持つオープンザ・ドリームゲート王座に挑戦。ガンマの汚水攻撃、ドン・フジーノの喉は落とし、そして、も月づ明の三角切りを決め。 自身のフィニッシュホールドであるメテオラを何度も決めて、高木を追い詰めたが最後にメテオラを決めようとしたところに、高木が起き上がり、高木のなだれ式、ブレインバスターを受け、その後は反撃ができず、高木のラストファルコンデーで敗北。2016年11月3日、大阪府立体育会館にて、ジミー進む、ジミー影ドラを破り、ドラゴンキットと共に、 第40代のツインゲート王者となり、CK1 としては、初体感その後、8度の防衛に成功する。2017年12月5日、キットの負傷欠場により1年以上にわたり、保持してきたツインゲート王座を返上、横須賀進むとのタッグで、T ホークエータと新王者決定戦を戦う、ことに。2018年5月7日、 株式会社ドラゴンゲートの代表に就任して、中国上海市を中心とした海外事業を展開して、ティーホーク、エル・リンダマン、山村武漢と共に海外を中心に活動することになり、日本での出場機会は不定期になることが発表された。2011年末にオープンザ・ドリームゲート王座をダッシュした後、2012年内の王者、シーマへの次期挑戦者は、 バトルロイヤル形式のシーマロワイヤルで決められていた。シーマが現在、過去に用いていた、リングネームシーマシーマシーマの名の由来は当時、修行していたメキシコの人々が大島という発音がうまくできず、オッシーマとなってしまうことと、当時兄が乗っていた車、日産、シーマがかっこよかったからという二つの理由からである。他の選手と同じ技を使いたくないという、 関わりを持ち、数多くの高度なオリジナル技を持っている。また、構想相手の技にヒントを得て、技を作ることもある。その際にも決してそのまま真似せず、オリジナリティを加えて、自分の技にしている。その他にも名前はないものの多種多様の関節技を、使用する。初代、防衛1回第8代、防衛6回第14代、防衛15回第9代、10代、 33代パートナーは、ガンマ第17代パートナーは、リコシェ第40代パートナーは、ドラゴンキット第3代パートナーは、ドン・フジードイ・シゲキ第6代パートナーは、BB ハルクジャック・エヴァンス第11代パートナーは、横須賀トール斎藤良第13代パートナーは、横須賀トール斎藤良第23代パートナーは、ガンマカゲトラ第27代パートナーは、 ガンマ&、堀口元気、第29代パートナーは、ガンマ&、堀口元気第31代パートナーは、ドラゴンキット&、リコシェ第50代パートナーは、ドン・フジーガンマ第2代パートナーは、リコシェ第4代パートナーは、AR フォックス第36代パートナーは、T ・ホークトアン・イーナン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。